ところが不思議なことに若林博士も私のそうした顔を瞬き一つしないで見下しているのであった。私の返事を待つつもりらしく口をぴったりと閉じて穴の開くほど私の顔を凝視しているのであったが、その緊張した表情には何かしら私の返事に対して重大な期待を持っている心構えがありありと現れているのであった。私が自分自身の名前を過去の経歴と一緒に思い出すか思い出さないかということが若林博士自身と何かしら深い関係を持っているに違いないことがいよいよ確かにその表情から読み取られたので、私は一層固くなってしまったのであった。二人はこうしてちょっとの間睨み合いの姿になったが、そのうちに若林博士は私が何の返事もしえないことを察したかしていかにも失望したらしく、そっと目を閉じた。